いやー、今日は新宿に来ています。皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。僕がですね、今日来ているのはこちら417エディフィスさんの新宿店なんですね。まあ、僕の動画の中でもちょこちょことですね、417エディフィスさんの商品ご紹介してるかなと思うんですが、今回はですね、 PR という形ではなくて、ちょっとこう店内でですね、いろいろ撮影したいなと思ってですね、無理を言って今回はお邪魔させていただくことになりました。こちらで秋の大人に適したお洋服をですね、どんどん皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひですね、一緒にショッピングしてるような感覚で楽しんでいただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで店内に移動しましたが、皆さん見てください。やっぱお店いいっすね。いつも事務所で一人で撮ってるんですよ。そうなると寂しいですし、たまにはちょっと違った環境で撮影したいなと思うんですが、まあ417エディフィスさんっていうと、まあ聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあセレクトショップのエディフィスから派生して生まれたブランドなんですけども、フレンチカジュアルをベースとしたようなスタイルを得意としているブランドなんですけども、まあ僕たち大人世代でも使いやすいようなカジュアルさもあるんだけども、その中に大人っぽい綺麗さというところをちゃんと押さえたブランドなので、結構僕のチャンネルとも親和性高いのかなと思ってまして、実はこれまでにチャンネルの中でも何度も何度もですね、417エディフィスさんのアイテムってご紹介してるんですよね。皆さん気づいていましたでしょうか。そこで結構皆さんからもリクエストあって、まあ、店内ちょっと見てみたいんだけどということもあったので、今回はこちらね、ちょっと贅沢にオープン前のね環境で撮影させていただくことになったので、早速ちょっと商品いろいろと見ていきたいなと思います。はい、ということでね、まず正面見ていただきたいんですけど、やっぱりこの辺りって、まあお店の顔といいますか、まあ実際にこう押してる商品が並んでるかなと思うんですけども、これ見てください皆さん。僕もね、もう最初から気になってたんですよね。一応お店に来る前に、まあどんなアイテムがあるのかなっていうのをですね、事前にチェックしてるんですけども、こちら。バブアーですね。417エディフィスさんが別注をかけたバブアーの、まあ、ビデールですね。まあ、代表的なビデールをベースとしたようなアイテムなんですけども、この別注の生地感ですよね。すごく良くて、これはですね、コーデュラナイロンですね。そちらをベースにしながらウールをミックスさせたような素材感になってるんですけども、タフな素材感なんですけども、このようなストライプが入っているので、上品な生地の雰囲気も楽しめるということで、この別注のね、雰囲気っていうのは、なかなか他では見ないなということで、ちょっとこれ、実際に着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これはめちゃくちゃかっこいいですね。ちなみに僕が着てるのは身長164センチ53キロと、まあ、小柄な体型なわけなんですが、36というサイズですね。まあ、実際にまあ S 相当と言ったらいいですかね。それぐらいのサイズ感なんですが、まあ、こちらはですね、ビデールの中でもちょっとこうオーバーサイズ気味になっているので、割とですね、この通常の S サイズぐらいを着てもワンサイズ大きいぐらいの雰囲気で着ていただけるかなと思うんですね。これめちゃくちゃいいですね。僕もビデールはこれまでに何回か買ったことがあるんですが、まあそのビデールよりもやっぱりちょっと気持ちいいサイズ感ゆとりあって現代的なフィッティングになっていますね。で、サイズ感はカジュアルなんだけども、だけど素材の質感ですよね。ここがウールのですね、ちょっとこうストライプの入った上品な感じになっているので、カジュアルすぎないっていうところのこのギャップがなかなか雰囲気いいなと思ってますね。色はネイビーを着ていますが、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。あとはグレーも展開していますね。まあこちらも大人っぽくていいですよね。まあ皆さんどっちがお好みですかね。ちょっとこうネイビーだと清潔感、爽やかさっていうところもありつつ、グレーだと大人っぽくて上品な感じがするというところで、結構好みが分かれるかなと思うんですが、これかなり使いやすいと思いますね。まあ、別注のバブは結構いろいろと見てきましたが、個人的になんか大人の男性がシャープに上品に着るにはこれなかなかバランスがいいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね。今ブラックのパンツと合わせてますが、見えますかね、ここ。マネキンが着てる状態だとホワイトのパンツで上品にまとめてます。こういったネイビーとホワイトのですね、組み合わせって鉄板だと思うので、爽やかにね、こんな感じで振ってもらうのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたいなと思います。じゃあこれ着ながらですね、移動したいなと思うんですが、まあ、こちらのゾーンですね。今度はですね、また別注が続きます。これまた鉄板で使いやすいですね。皆さんこのロゴを見ればわかるかなと思うんですが、グラミチですね。こちらも417エディフィスさんが別注しているですね、グラミチのボトムスになるんですが、
で、これも使い勝手良さそうですよね。まあ、シルエットはですね、グラミチらしい細身の綺麗さもあるんですが、気持ちゆとりを出しています。裾幅もですね、やや太めになっていて、でもですね、大人っぽさというところはちゃんと損なわないようなバランスになっています。素材に関しては、ちょっとウール見えするような形でですね、上品な質感はありつつも、機能性にちゃんと富んでいて、使い勝手がいいというところで、これはまたなかなか使いやすい一歩になっているかなと思います。カラー展開も豊富で、ブラックですとか、このようなダークグレーも使いやすいなと思うんですが、まぁ、ちょっと英国調のね、こういったブラウンのチェックだとか、あとはこの辺りのネイビーのチェックも素敵ですよね。ちょっと着こなしの中にアクセントを加えてあげるにはすごくいいかなと思うので、なかなかバランスがいいですね。結構無地系のグラミチの別注は多かったりするんですけども、チェック柄っていうのはあんまり見ないので、これも素敵じゃないかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいところですね。はい。続いてですね、こちらのゾーン行ってみましょうか。まあ、417エディフィスさんっていうと、僕の中ではシャツのイメージがあって、大人がさらりと羽織って上品なスタイルを作れるシャツというのは、一つのキーアイテムになってくるのかなと思うんですね。まあ、こちらのストライプのシャツとか僕大好きな路線ですね。もうなんか、このまま僕、着こなしとしてやりたいなと思うぐらいですね。なんか、リアルで、なおかつこう清潔感があって、使いやすいコーディネート組まれているなと思うんですけども、このボタンダウンでブルーベースにちょっとストライプの白い線が入っているのすごくいいなと思うので、これもちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？もうハマり方としてはめちゃくちゃ良くて、これ着て今日着たかなっていうぐらいですね、ハマってるなという印象ですね。こちらでサイズが S になりますが、やはり最初からサイズ感少し緩めにしてるので、まあ皆さんの通常サイズ選んでいただいて、それだけでこう今っぽいサイズ感も実現できるかなと思いますね。まあこのような小綺麗なシャツをですね、軽く T シャツの上に羽織るというスタイルって、まあ大人の男性だったらもう間違いなくハマりますし、清潔感がありつつも、なんかビジネスライクな硬さっていうのがないので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。今年は暑いので、まだまだこうね、T シャツの上に軽く羽織るぐらいでもいいですが、意外とこのようなシャツって使える期間が長いんですよ。今時期も使えて、もちろんこれから先もっと涼しくなってきたら、まあこちら前のボタン閉めてもいいし、そしてその上にジャケット着たいだとか、アウター着たいだとか、そういった形で重ね着をしていただければ、かなり長い期間使えるので、秋、冬、春、まあもう夏の手前まで使えるので、これは使い勝手いいんじゃないですかね。まあ、ストライプも、まあ、いろいろの柄ありますが、こういったちょっと明るめのストライプもあるし、ちょっとね、ブルーの中でも、こちらの方が濃い感じになりますが、それぞれお好みで選んでいただくのもいいと思いますね。で、襟元がこういったボタンダウンになってるんですよね。これちょっと僕の中では新鮮で、結構レギュラーから選びがちなんですが、ちゃんとこうボタンダウンで襟が固定されることで、この首周りのですね、落ち着きというか、しっかりと固定される感じというところも、なかなか安定感があって、個人的にはすごくいいなと思ってますね。これは鉄板じゃないでしょうかね。他にもカラー展開いろいろあるので、ぜひ皆さんね、チェックしていただきたいですね。このあたりのちょっとね、なんかインディゴブルーっぽい感じの色合いのね、ストライプもすごくいいし、バランスいいですよね。ちょっとパープルっぽさを感じるブルーも。もうストライプだけでこんなにカラーあると悩んじゃうぐらいなんですけども、ぜひ皆さんもね、店頭でこのあたりも確認していただきたいなと思います。そして続いては、ちょっとこちらのコーナー行ってみましょうかね。スポーティーなアイテムの印象ですかね。まあ、ノースフェイスとかこのあたり並んでいますが、まあ、その中でもこちらですね。まあ、こういったスポーティーなフード付きのアウターっていうのは、1枚あるとすごく便利なんですね。まあ、僕自身ですね、2児のパパなので、まあ、休日ですね、子供と遊ぶときに、まあ、小綺麗なシャツのスタイルもいいんですけど、まあ、外で思いっきり遊ぶときには、やっぱりこれぐらいのアイテムが一つあるとすごく便利なんですね。で、僕もこのようなアウター大好きでいろんなブランド持っていますが、なんかスポーツブランドのロゴがついてるやつもすごくいいし、あえてついてないっていうものもですね、意外と着こなしに使いやすかったりして、例えばこのような小綺麗なスタイルに対して、こういったアウターを合わせるときには、スポーツブランドのロゴがついてない方が、意外とこう親和性が高かったりするので、このような感じのものも一枚あるといいなと思うんですね。ちょっとこれも実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？これも落ち着きますね。すごい使い勝手のいいアイテムになってるかなと思います。
まあ、薄手なので、まさにこれから秋ですね、サライと T シャツの上に着ていただくのもいいと思いますし、あえてね、こういったシャツとかと合わせるのもバランスが良かったですので、様々なコーディネートが、まあ結構考えられるようなアイテムかなと思います。表面がサライとしているよりはちょっとこう、凹凸感、シャリ感があるような雰囲気なので、このあたりもこなえた雰囲気が出るので、個人的には生地の質感すごくいいなと思いますね。サイズ感も今 M を選んでるんですが、少しゆとりを持たせながら着ていただくとバランスいいなと思いますね。これは使い勝手いいですね。しかもシワにもなりづらいので、結構なんだろうな、持ち運びがしやすいんですね。ちょうどですね、これ、見てください。色違いなんですが、こんな感じでコンパクトなサイズ感になるんですね。そうするとバッグなんかとかにも収納しやすいので、まあ、旅先だとか旅行とかでも持ち運びがしやすいので、これ1枚あると便利ですね。で、結構驚いたのが、このようなアイテムってそこそこ買うと値段するんですが、9900円ってことで1万円をこう切ってくるというですね、値付け。これがなかなかありがたいなというところで、まあやっぱり全体に通して言えるんですけども、買いやすいんですよね。大人の男性が、なんだろうな、着ていて満足感も得られて、なおかつ、お財布事情を考えて、ちゃんと買いやすいっていうところも、考慮されているのがすごくバランスいいなと思いました。これもね、ぜひ皆さん、チェックをしていただければなと思っています。はい、続いて、こっちのゾーンに行きましょうか。あ、いろんなブランドありますね。なんかダントンとかのアイテムも並んでたりだとか、こちらもですね、ボトムスがあったりとか、あっちにもシャツありますね。またちょっと雰囲気変わりますね。先ほどのシャツは少しカジュアルな雰囲気でしたが、こちらは見てください。伝わるかな？この素材の、なんでしょう、表面の上品な光沢感だとか、すごく綺麗ですね。このあたりはジャパンメイドのシャツになっていまして、かなりこのあたり仕上がりが綺麗ですね。またカジュアルなシャツにも魅力があるんですが、このような上品なシャツというのもですね、大人の男性であれば1枚持っておくとすごくなんか安心感がありますね。シャツ1枚でも様になって、ちょっとこう食事に行く時とかこういったシャツなんかはバランスいいんじゃないのかなと思いますね。もう明らかに素材の質感いいですよね。で、こちらもですね、デニムのシャツ、はい、このあたりも素材かなりこだわってますね。デニムといえばカイハラ、このね素材もすごくいいものを使っていて、価格も 14,300 円ということで、このこだわりの素材とあとは縫製の丁寧さですね、それを踏まえた上でこの価格っていうのはすごくなんか安心感があって使いやすいかなと思いますね。どうしようかな、どっちがいいかな、ちょっと着てみたいと思います。はい、実際に羽織ってみましたがいかがでしょうか。まあ、今羽織ってるので S サイズですね。まあ、こちらやっぱりですね、素材の質感がすごく良くて、デニム好きの僕としてはですね、かなりこれは欲しいなと感じています。まあ、デニムの中でもやっぱりこう上品なドレスライクなですねテイストなので、これだと大人の男性が軽く羽織った時にすごくバランスがいいなと思いますね。素材の良さをダイレクトに感じるのと、やはりですね、縫製もすごく綺麗なんですよ。ドレス工場で縫ってるということもあって、やっぱりすごく仕立てが全体的に綺麗なんですね。だけどもそういったシャツだとどうしても硬い雰囲気のイメージがあるかなと思うんですが、縫い方は丁寧でドレスライクなんですけども、サイズ感ちょっとゆとりを持たせたりだとか、素材感が上品なことで、結構このあたりのバランスですね、カジュアルと綺麗めがうまくバランスを取りながら表現されているところがすごくいいなと思いましたね。これは使い勝手いいんじゃないでしょうかね。で、襟元もまあレギュラーカラーだとかボタンダウンのシャツっていうところも定番的にありますが、これオープンカラーになってるんですね。このあたりもですね、ちょっとひねりが効いてるので、綺麗な雰囲気ながらもすごくカジュアル感っていうところも抑えてあるというところでは、これは使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい。じゃあ続いてそのまま横に行ってみましょうかね。ボトムスも結構いいなと思ってまして、先ほどはグラミチ別注のものをお見せしましたが、今度はですね、ちょっとトレンド感あふれるようなタックが入ってるボトムスですね。このあたりは個人的にもすごく好きなので、まあ一本持っておきたいなと思っているんですけども、このあたり、まあ腿周りだとか、この腰周りにはゆとりがあるんだけども、膝から下テーパードをかけているので、太くなりすぎないんですよね。まあワイド感あるパンツは欲しいんだけども、だけどもいきなりドカンって大きいのはなかなか難しいよねっていう方には、やっぱりこれぐらいのサイズ感って使い勝手いいなと思うんですね。
カラバリも結構豊富で、このあたりのちょっとツヤ感のあるブラウンもすごく秋冬らしくていいし、まあグレーもね、これまた鉄板で使いやすいですよね。先ほどご紹介したストライプのシャツとかにも相性がすごくいいと思いますし、あとはブラックのちょっとね、ナイロン系のアウターみたいなものにもすごくハマりがいいと思うので、このグレーもすごくいいですね。またちょっと明るめのね、こういった表記で言うと白。ホワイト系のパンツなんかもいいかなと思うんですよね。ホワイトも意外と秋冬に使うと便利で、アウター系がどうしても秋冬って重たくなりがちなので、そんな時にね、ホワイトのパンツ合わせていただくのもいいと思います。先ほどご紹介したバブアーのアウターと結構ホワイトのパンツって僕の中ではすごい相性いいと思ってですね。で、バブアーってまあ男臭い感じ、土っぽさもあるので、そのイメージをホワイトの持つ清潔感で大きくですね、こうイメージ転換してあげるとすごく使いやすかったりするので、これもすごくいいと思いますね。このあたりのボトムスは僕もちょっとなんか一着ユニフォーム的に用意しておきたいなと思ってるんですが、皆さんはどのカラーがお好みですかね。ぜひ教えていただければなと思っています。まあ、鉄板は、まあ、ブラック系はね、もう間違いないとは思うんですが、ブラックあって、あとはグレー系、このあたりも使いやすいし、それに加えて、ホワイトでちょっと清潔感を漂わせるか、もしくは、秋冬らしいこのブラウンですね。このあたりも持っておくといいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、奥のコーナーに行ってみましょうか。まあ、このあたりになると、先ほどまでのカジュアルな雰囲気とはまたちょっと変わってきて、まあ、お仕事でも使えそうなセットアップなんかも展開してるんですね。まあ、このあたりも417さん強いので、まあ、ぜひ皆さんもオンオフ兼用でこのようなセットアップというところも検討してみるのもいいかなと思いますね。まあ、このあたりはオーバーサイズに振ってあるというよりは、まあ、基本的にはこうベーシックに使いやすいようなサイズ感になっているんですね。で、この中でじゃあどこに気になるかなっていうところで、やっぱりこのあたりの定番的なネイビーのセットアップ、このあたりは間違いないですよね。持っておけば様々な着方ができると思います。内側に合わせるものも、まあこちらね、マネキンに着てあるように2パターンやっぱり準備できるかなと思っていまして、丸首のニットですね。このあたりを入れてもらうことでスッキリとした襟元ですね。もう最近では定番化してきていますが、このあたりのちょっとこうね、ブルー系の色合いでバランス整えてもらうのもいいと思いますし、あとはですね、ホワイト系っていうところもまあ鉄板ですよね。このあたりで合わせてもらうのもいいと思いますね。かなりこのあたりもいいと思います。あとはですね、内側、こちらの方を見ていただきたいんですけども、襟元すっきりとバンドカラーのシャツで合わせてもらうっていうのも一つの手かなと思います。どちらもやはりこう従来のビジネスカジュアルというよりはこう現代的なセットアップとして使えるので、このあたりもリアルで使いやすいんじゃないのかなと思います。まあぜひですね、このあたりも着てみたいと思うんですが、まずはこのネイビーのセットアップですね。ここを着ながら、まあ、どういったシルエットなのか素材感なのかを実際に見てみたいと思います。はい、実際に着てましたがいかがでしょうか。これは使い勝手いいですね。まあ、久々にですね、綺麗めなセットアップ着ましたが、これはですね、背筋が伸びる感じがして一着あるとすごく便利なのかなと思います。ちなみに上下とも S サイズを着ているんですが、上下で19,800円ということで2万円切るんですよ。この価格帯はかなり個人的にも驚いたんですが、素材はですね、ウール見えするんですがポリエステルを使っているんですね。二重折りのですね、ポリエステルということでしっかりと肉感があって全くチープに見えないような質感なんですね。このあたりは本当に透明に見るとウールに見えるかなと思ってまして、バランスもいいかなと思います。表面には撥水加工もしてあるので、このあたり急な小雨が降っても安心感もありますし、何よりですね、生地の上品さというところがポリエステルでしっかりと表現されているので、かなり使い勝手いいですね。まあ、ウールの素材感もすごくいいんですけども、やっぱり扱いやすさっていうのはすごく重要だと思うんですね。まあ、どんなにですね、上品なものでも日頃から着づらいと着なくなっちゃうので、そういった点でしっかりとストレッチ効いていて日常使いしやすいところも含めてバランスがいいなと思います。この表情で自宅で洗濯できるっていうところはかなり強いなと思うんですね。で、丈の長さとかも見ていただきたいんですが、最初からもうジャストな長さになっているので裾上げしないで履けるんですよね。僕は背が
大きくないので、割とですね、どのボトムスも素上げしなくちゃいけないんですけど、最初からもジャストなレングスになっているので、このあたりも持って帰れるので、すごくありがたいポイントだなと思います。今ネイビー選んでますけども、カラー展開も豊富なので、これはまずは一着ネイビーから入って、他のカラーを見ていただくのもいいんじゃないのかなと思いますね。これは使い勝手いいと思います。で、今回内側に入れてるのがですね、こちら。丸首のニットなんですけども、首元ちょっと高めのモック調になっていまして、このあたりもバランスがいいですね。まあ、特にこの首元っていうのがちょっとだらしなくなるような、隙間が空くものだと、セットアップの時にどうしてもこのジャケットの重みでさらに下に下がっちゃうんですね。そうすると首元の締まりが良くないので、これぐらいのモックネック、個人的にはジャケットとの相性めちゃくちゃいいと思います。まあ、ネイビーに対してこのようなライトブルーですね、入れていただくと、これだけで着こなしが完成してしまいますし、そのままお仕事終わりにちょっとね飲みに行ったりする時にもすごくバランスのいいセットアップになるかなと思います。で、足元はですね、これオールスタークップですね。これも別注ですよね。これもまた使いやすくて、僕の動画の中でも何度かご紹介しているので皆さんもご存知かなと思います。このような形で、まあ、ホワイト系のスニーカーで合わせていただいてもいいし、あとは綺麗めなブラックのローファーで合わせていただいてもいいし、内側はシャツですね。この、先ほども見ていただきましたが、バンドカラーシャツなんかで着ていただいてもいいので、様々な着こなしができます。中 T シャツでもいいですね。本当にね、これ1セットあれば、かなりいろんな使い方ができるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、417エディフィスさんですね、新宿店にお邪魔をしまして、まあ、秋に活用できそうなアイテムをですね、皆さんに7点ご紹介させていただきました。まあ、ちょうどですね、417エディフィスさんなので、7という数字がですね、キリがいいかなと思ったんですが、多分ですね、全部入れると7点以上になってるかなと思うんですが、まあ、すごく魅力的な商品に溢れていますので、ぜひ皆さんもですね、お近くの店舗ですとか、あとはオンラインの方でもですね、いろいろと商品見れるので、概要欄の方からチェックをしていただきたいなというふうに思っています。僕もですね、こちらの店舗にはよくお邪魔してるんですが、やはりですね、僕たち大人世代に使いやすいアイテムが非常に多かったですね。一つの店舗に行って、まあ、上下いろんなものが買えるというのはすごく僕ら大人世代には使いやすいかなと思うんですね。カジュアルなアイテムからセットアップまであるので、ワンストップでいろんな買い物していただけるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもお店の方にも足を運んでいただきたいなと思っています。そしてこれからもですね、定期的に417エディフィスさんの商品はですね、僕の方でもチェックしながら良さそうなものがあったら皆さんにご紹介ができればなと思っています。ということで、以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。